今日はですね、ここでたくさんの方をおいでいただいて本当にありがとうございます。で、クキヤンチャーズはですね、まあ、結成して2年ぐらいなんですが、実はヤンチャーズっていうのはこの3人の他に女性が3人で6人ほどいまして、でいつもは女性が入るんですけど、今回はちょっと逃げられましてですねむさ苦しい3人でやってみたいと思います。で、最初の曲はですね、1971年の2月から翌年の2月まで日テレ系で俺は男だっていうのがあったと思うんですね、森田健作さんで、彼が歌ってたさらば涙と言おうっていうのをやってみたいと思います。で、まあ、当時私も剣道やってましてですね、痩せてたんですよ当時は、はい、私小林くんってこう言われるのが、ね、楽しみで、小林じゃないんですけどね、言ってくれとか言ってましてね。で、なんていうんですかね、早瀬久美さんってね、確かね、いましたね。女子高生の割には非常に色っぽい方で、当時の年齢はいくつだったか分かりませんけれどもね、憧れたものです。じゃあ、さらば涙と言おうやってみたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツI'm not afraid to die.